バーバラ、何かあったのかしら。彼女、薬草を取りに行ったきり帰ってこないの。セピロス騎士団に報告した方がいいかしら。確かに栄誉騎士であるあなたなら、それに騎士団に報告するのも面倒だし、あなたにお願いしてもいいかしら。確か放浪寮の近くへ薬草を取りに行くと言ってたわ。そこに行けば彼女が見つかるかもしれない。どうして見つからないんだろう。あれ、どうしてここに？何かあったの？ありがとう。でも私は大丈夫だよ。ここで赤いググプラムを探してただけだから。おかしいな、この辺でたくさん取れるはずなのにまだ一つも見つからないの。あ、心配しないで、もう少し探せば見つかるはずだから。バーバラ様、ここにもいないのか。え、誰かこっちに来てる。お願い、少し静かにしてて。あの人に見つからないようにしなきゃ。その、いろいろと訳があって。うん、そうだね、奥へ逃げよう。しー、気づかれないように静かにしてよ。ここまで来ればもう大丈夫だと思うから、しばらくここにいよっか。自分で言うのも少し恥ずかしいんだけど、私、モンド城のみんなのために歌を歌ってるの。みんなも私の歌が好きで、シスターたちも応援してくれてるんだ。私の歌を聴いてくれる人も徐々に増えてくれててね。それはそれですごく嬉しいことなんだけど、私が街で買い物をしたり、用事があって出かけたりするたびに、必ず誰かに呼び止められるようになったんだ。私のサインが欲しいだけだったり、挨拶がしたいだけだったりで、みんなに悪気はないんだけどね。それに、私もみんなが好きでいてくれることにすごく感謝してるの。でも、とてもじゃないけど、その数が多すぎて。みんなを失望させないように、精一杯応じてるけど、時々ね、その、疲れちゃうんだ。大聖堂にいても、誰かが挨拶に来るの。だから、ひとときも気を緩められないんだ。今回、トゥナーさんの咳止め薬を作るために、ググプラムを取りに来たんだけど、実は理由はそれだけじゃなくて、一人になりたかったっていうのもあったんだ。あなたにも、この気持ちわかるかな？一人静かな場所で何も考えず誰にも気を使わなくていい。そんな幸せな解放感を
味わいたいっていう気持ち。この感じが心地よくて、いつの間にか帰ることを忘れてたみたい。普通のはね、私が欲しいのは赤いググプラムなんだけど、それがどうしても見つからなくて。この近くにあると思うんだけど。そうするしかないみたい。あの人には申し訳ないけど、今日は本当に静かに過ごしたいから。家族か。お父さんはファルカ大団長と遠征に行ったきり帰ってきてないの。家族と言える人は他にもいるけど、あの人は私に構う時間なんてないし、それに私は一人でも大丈夫だから、面倒をかけたくないんだ。うん、ファルカ大団長はセピロス騎士団の大団長だよ。あなたも聞いたことあるよね。仏教の枢機卿、セピロス教会主教、サイモン・ペイジ。その人が私の父なの。でも、もう長いこと会ってないんだ。ファルカ大団長の遠征がいつ終わるかもわからない。わからない。お父さんは私に一言だけ残して、すぐにファルカさんと遠征に出ちゃったから。教会のことも全部カルヴィン枢機卿に任せたの。私のお父さんとファルカ大団長が遠征に出た後、カルヴィン枢機卿が事務を任されたの。忙しすぎて外に出られないみたいだから、教会のシスターもなかなか会えないんだって。私は最近天空のライアーの件でお会いしたけど、その時も忙しそうにセピロス騎士団とある件について話してたよ。服のボタンもかけ違えてて。そういえば覚えてるかな、あの日あなたとあの金融詩人とジン団長が天空のライアーを持ってきたでしょ。天空のライアーが壊れてるのを見て私気絶しかけたよね。はぁ、あの金融詩人が直してくれなかったらどうなってたことか。もし天空のライアーが本当に壊れてたら、カルヴィン枢機卿絶対に怒るから。あれ、汗かいてるみたいだけどどうしたの。天空のライアーがどうかしたのかな。わかったよ。もう聞かない。どうせ天空のライアーはもう治ってるんだし。この話はおしまい。あの人ももう遠くに行ったみたいだから、そろそろググプラムを取りに行かなきゃ。赤いググプラム、どうして見つからないんだろう。あなたたちが手伝ってくれるなんて、すごく嬉しいな。一緒にこの辺りを探せばすぐに見つかると思う。おかしいなぁ、この辺は赤いググプラムがたくさんあるはずなのに。これがバーバラの言ってた赤いググプラムじゃないか。早く取って彼女に届けようぜ。
え、ググプラムは取れた？どれどれ。うん、これで足りると思う。でもやっぱりおかしい。この辺は赤いググプラムがたくさんあるはずなのに。もしかして誰かが先に取ったのかな。まあいいか、もう十分取れたし、とりあえずここを離れましょう。消えるんだ。くらえ！痛いから我慢しろよ。はあ、やっと出れた。放浪寮は一人でぼーっとするにはぴったりだけど、あまり日の光が当たらないから、あそこに長居してるとどんどん気持ちが暗くなってく気がするよ。元気を保つにはやっぱり日の光を浴びるのが一番だね。そうだ、せっかくここに来たんだし、暁ワイナリーのトゥナーさんの様子を見てくるね。前にしっかり休むよう忠告したんだけど、ずっと聞かなくて。ゲイルに言わないでくれんなんて言うし。だから彼の状態を確認してから彼に作る薬を決めようと思うの。でね、私がトゥナーさんのところに行くこと、私の代わりにシスター・ヴィクトリアに伝えてきてくれないかな。こんなに長い時間戻らないと心配かけちゃうかもしれないから。それに、まだ教会でやらなきゃいけないことがたくさん残ってるの。だから、まだ帰れないことを伝えておかなくちゃ。手伝ってくれてありがとう。じゃあ頼んだよ。あら、バーバラならまだ帰ってきてないわよ。そうなの、無事ならよかったわ。ということはすぐには帰ってこれないのね。教会のことは他の人にお願いしなきゃ。あら、手伝ってくれるの？ごめんなさいね、面倒かけて。そうね、大聖堂の周りを掃除してくれないかしら。大聖堂の周りは人がたくさん来るから汚れやすいの。いつもバーバラに任せてたから、彼女がいないとすぐ汚れちゃって。そう、
バーバラったら自分でやるから大丈夫って言って毎回一人でやろうとするの。でも掃除が終わるといつもすごく疲れてるのよね。だからバーバラがあなたに手伝いをお願いするなんて正直驚いてるわ。でもこれで彼女の負担も少し減るかしら。とりあえず掃除のことはお願いね、栄誉騎士。何かお困りですか？周りの掃除をしてくれたんだね。シスタービクトリアから聞いたよ。ちょうど今ここに着いたの。手伝ってくれてありがとう。大聖堂の件も放浪寮の件も。疲れたから喉渇いたでしょ。何か飲みたいものはない？お礼にご馳走するよ。あ、最近キャッツテールが特製ドリンクを出したらしいよ。マーガレットさんから聞いたんだけど、名前は偉大なる幻想憂鬱三国気泡茶だったかな。エンジェルズシェアの売り上げを超える秘密兵器なんだって。とっても美味しくてすごく人気みたい。だから買うには長い列に並ばないといけないんだけど、もし並ぶのが嫌なら私がスパイシードリンクを作ってあげる。どっちにする？うん、わかった。でも、あの飲み物、普通の味じゃないけど、大丈夫かな？よかった。そうだ、飲み物を作るには、絶雲の唐辛子とスイートフラワーが必要なの。必要な量は多くないけど、美味しいスパイシードリンクを作るためには、良質な材料じゃなきゃダメなんだ。新鮮な絶雲の唐辛子が取れるところは知ってるけど、スイートフラワーはちょっと難しくてね。そこら辺に生えてはいるけど、良質のものはめったにないんだ。よし、二手に分かれて探そう。材料を見つけたら、ささやきの森の南側に集合ね。じゃあ私は、ささやきの森でスイートフラワーを取ってくるから、あなたは石門の近くで、絶雲の唐辛子を取ってきて。そうだ。一応お休みを半日取ったけど、外に出るときは必ずシスタービクトリアに行き先を伝えなきゃいけないの。私は先にささやきの森に行ってるから、シスタービクトリアに行き先を伝えてきてくれないかな。あら、何か用かしら。バーバラがささやきの森に行って薬草を取りに。あら、さっき友達のために休みを取ったと思うけど、どうしてまた薬草を取りに。でもそれもきっと理由あってのことなのよね。あなたも同行するのかしら。そう、じゃあ安心できるわね。バーバラのことはお願いね、栄誉騎士。そのことね。バーバラがモンド城ですごく人気なのはあなたも知ってるわよね。その人たちにとっては好意のつもりなんだろうけど、数が多すぎてバーバラの手に負えないことがあるの。仕事中なら教会の人が彼女を助けてあげられるけど、休暇中だと彼女一人で対応しなくちゃならないでしょ。それに彼女優しすぎるの。みんなの要求に一人ずつ応えてるから、休日なのに仕事よりも疲れるなんてことがまあまああるらしいわ。だからね、
バーバラの行き先を知っておくことにしたの。本当に助けが必要な時、すぐに駆けつけてあげられるようにね。本音を言うと、バーバラにはもう無理をしないでほしいんだけど。した場所だと思うけど、なんでいないんだろう。少し待ってみよう。もしかしたらすぐ来るかもしれない。なかなか来ないな。結構待った気がするけど。ささやきの森でスイートフラワーを取るって言ってたから、そこに行ってみよう。人を捕まえて歩いてた。早く金を出せとか言ってて。だから気づかれないようにあの砲塔団の後をつけてたの。
警戒心がないからか、私のことには気づいてなかったみたいなんだけど。でもずっと尾行してたせいで、さすがに何かの気配に気づき始めたみたい。だからここに隠れてたんだ。心配しないで、私も一応神の目を持ってるから、砲塔団から自分の身を守ることくらいはできるよ。でもその捕まってる人まで守れる自信はないの。だからこうして後をつけてたわけ。セピロス騎士団に報告しようと思ったんだけど、それには時間がかかるでしょ。もしその間に砲塔団が何か悪いことをしたら大変なことに。それで助ける方法を考えてたら、あなたがやってきてくれたんだ。栄誉騎士、もしよかったら。うん、じゃあお願いね、栄誉騎士。治療は私に任せて。誰だ俺たちの邪魔をするのは。その人を離して。英雄気取りか、野郎ども。そんな女を捕まえろ。慌てふためく顔を楽しませてもらおうじゃねえか。まずいぞ、バーバラが狙われてる。心配しないで、これでも神の目を持つもの。あの人たちの相手はできるよ。あなたはあの商人を先に助けてあげて。あれは神の目。まずいですぜ頭、あいつは厄介だ。何ビビってんだ。たかが女じゃねえか。神の目がどうしたってんだ。こっちは人数で勝つんだ。一気にかかってやっつけるぞ。逃げられるかな。痛え。たいや、窒息しろ。いってらっしゃい。風と共に去れ、止水の矢。本当に何とお礼を言ったらいいか。私はリーウェからの商人です。モンドへは商売をしに来たのですが、途中で砲塔団に遭遇してしまい、ここまで連れてこられてしまったんです。あなたたちがいなければどうなってたことか。そうだ、何かお礼を差し上げなくては。砲塔団にほとんど奪われてしまったので、手元にはあまり残っていませんが、私がリーウェから持ってきたスパイシードリンクと良質なスイートフラワー、それにモラが少し残っています。いえいえ、お礼だなんて。危険な目に遭ってる人を見かけたら助ける、人として当然のことをしたまでで。それに私はセピロス教会の祈祷牧師、こちらはセピロス騎士団の栄誉騎士。リーウェから来たあなたの安全を守るのは私たちの責務でもあるの。いえ、助けてくださったんです。どうか礼をさせてください。それにこれらは貴重なものでもありませんし、どれか一つお選びください。そう、わかったわ。でも私もどれを選べばいいか。リーウェのスパイシードリンクもいいと思うけど、良質なスイートフラワーがあったら私もスパイシードリンクを作れるし。そうだ、冒険が得意なあなたなら私よりこういうことには慣れてるよね。ここは任せていいかな。一番いいと思うものを選んで。確かに冒険者の方がこういうのには慣れてるでしょう。リーウェのスパイシードリンク、良質なスイートフラワー、モラ、どれにしますか？
これにしますか？いいですけど、お口に合うかどうか。お二人いらっしゃいますので、二つ差し上げましょう。はい、これをどうぞ。助けてくださり、本当にありがとうございました。私は先を急ぎますので、これで。リーウェコーのスパイシードリンク、飲んだことないな。どんな味がするんだろう。とりあえず、飲んでみよっか。辛い、喉が焼ける感じがする。私の作るスパイシードリンクと全然違う。あなたはどう思う？無理しなくていいよ。今日はもう遅いし、スイートフラワーを探す時間もないから。今度機会があったら私のスパイシードリンクを作ってあげる。私が作るのはもっとまろやかで、こんなに刺激的じゃないから。もうモンド城に帰ろう。休暇もこれでおしまい。今日は付き合ってくれてありがとう、栄誉騎士。半日だけだったけど、すごく楽しかった。今度機会があったら、私がスパイシードリンクを作ってあげるね。